長谷川です今回、ですねニュースで今、皆さんに見ていただいているタイトルがですね上の方に書いてありますけども日本の労働者の約4割在宅勤務は生産性が下がるとこの調査の結果が出たということですねで、まあ、あとはアメリカとの対象アメリカと対照的だということでアドビさんがですねこの調査 人人の日本人にしたみたみいですで調査期間としては6月の2日から4日とコロナの、まあ、今、まあ、今とか渦中に、えー、あるところで、まあ、オフィス勤務を中心として働いている日本人、うん、約1,000名ですね、えー、の方に、えー、調査したという形なんですけれども、まあ、その調査結果のまあメインのところが、うん 今見ていただいている左側のですねまず在宅勤務の生産性ということでま4割まあ、43%下がったという結果が出ておりますまあそれが、まあ、少し近いところで言うと変わらないっていうところで36%の方がいらっしゃるということですね、まあ、うんまあ数字からね少し まあ、7ポイントですかね、7%ほど高いので、まあ、下がった4割というところがちょっとクローズアップされておりますけれども、まあ、上がったと変わらないっていうのを足していくと、ですね57%なんで、まあまあ,あの、なのかなというふうに、私は、まあ、あの見解としては思っているところです。で、まあ、在宅勤務で生産性が下がる理由が、ですねその右側に書いてありますが、まあ、大きく分けると2つですね。 まあ3つあるんですけども私はまあこの2つがまあ大きく影響しているなというふうに思いますでその1つがまあ勤務環境が整っていないというのが68%で集中しづらいというのが46%ということですで、まあ、これはですね、まあ、あの特に環境勤務環境ですねこれが整っていないとつまり在宅勤務をするような まあ、インフラというかですね、その環境が整ってないっていうのは、まあ、急にその在宅勤務だけ、えー、しろというような状況になった方も多いかと思いますので、まあ、そういう部分では会社側がバックアップする部分がですね、なかなかちょっと追ちついてなかったとだからこれ6月の調査なのでもしかしたらまだ在宅勤務されている会社さんであればですね、えー 7月8月とこういう時がたてばたつほどこの辺は多分だん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 下がっていってると思いますだから 68%7 割近くまではいってないんじゃないかなと思いますただまあ6月の段階ではこれぐらいということですねまあここはもう単純に環境を整えるということですねこれで全然あの改善できてるあの改善できるのかなと思いますのでまあまた同じ 人に同じ調査をしたときにはこれは確実にす下がるんじゃないかなというふうに思いますで、えー、集中しづらいとここがですねあのまあある意味問題かなと思います、えー、ただですねこの勤務環境は整ってないとか集中しづらいっていうのはまあ日本の中ではですねやはり会社勤め いいうぐらいだけあってですね会社に行って仕事をするっていうのが通常です、まあ、営業の方みたいにその外に出てですね、えー、する方はまあ,まああの職場の中ではないのかもしれませんけれどもでも多くの方々はそれは事務系の仕事もそうでしょうしあとはその工場とかですねそういうところで働く方もそうでしょうけども基本的にはまあ会社の中で働く方が多いかと思います。 建築系であればまあ、その現場に行ってっていうのはありますけどもまあ,あのオフィスの中でですね仕事をするっていうのがまあ通常だったりするわけですよね。でそれが急にコロナのことで急に在宅勤務になったということになるのでまあ、在宅だ、ね、在宅で仕事をすることに慣れてないっていう方が多いというふうに推測されます。で まあちょっと収集中しづらいというところに戻りますとこれはですねあの急になったこともそうですしそもそも、えーまあ、寝起きしているです、ね、自宅で仕事までするというのには、まあこうフ,リーまあ、フリーランスとかですね個人事業主の方や、まあ、私みたいにも独立して自分で仕事をしているというものに関してはこれはもう集中しづらいということは、まあ、あ言ってられない部分も多分あると思うんですね。 だけども人間ですからなかなかこう集中しづらいっていうのはやっぱり当然あるわけですよ。よでだから例えば私で言うとですねコロナ前からあの、まあ、在宅勤務的なことは行っているんですね、まあ、今自宅で仕事する場合もあればあとまあ,あの自宅近くにです、ね、あの仕事場をちょっと借りてるんですけどもそこで仕事することもあればでも そこだけでもですねなかなか集中しづらい部分もあるのでカフェで仕事をするケースもありますでそれはなぜかというと環境を少しでも変えていかないとそのじゃあパソコン上でですね仕事をするっていうこともなかなかあの集中して、えー、仕事ができないというのはあります、えー、なのでそういう意味では場の力っていうのはとても大事になると。 だから今までは会社に行って仕事をするっていうのは当たり前だし自宅ではないのでそこに合わせてですね仕事をするようなあの、まあ、メンタルを持ってですね仕事をしてたと思います。なのでこの集中しづらいっていうのはこれは多分在宅勤務をずっと仮にするっていうことにおいてはですね怒りよります。だから怒るこるとを前提でどうし 対処していくだから在宅でしかできないってなった時には、まあ、部屋を変えて仕事をするっていうことも一つでしょうしまあ近くの,か、ね、あの自宅から近いところのカフェとかそういうところで仕事すること自体はこれは問題ないと思いますので、まあ、その個人情報とかね扱う部分に関してはちょっとこう注意が必要なんでしょうけども一般的なまあ仕事に関してはカフェで仕事をするとか。 それからまあ私であれば、今はですね、またあのここでもそうなんですけども、シェアオフィスというのをまたあの借りさせていただいております。こういうふうな会議室とですね、セミナールームを借りさせていただいているのは、また環境が大事だというふうに思ってますので、まるまるオフィスを新たに借りるわけではなくて、シェアオフィスなので、固定の料金がかかるにしても、ですね必要なところ、時だけまた新たに 少しだけお金を払えば借りられるわけですねそういう形でこの集中力を途切らさないようなです、ね、対処方法というのもあるんじゃないかなと思いますなので、まあ、勤務環境が整っていないはこれを会社側がバックアップしていくことで改善されると思いますでこれ集中しづらいというのもこれはです、ね、集中しにくい環境があるというふうな前提に立って どうすればいいかっていうことを考えながら、まあ、そもそものちょっとこう場所をですね、少しずつ変えてみるとかですね、そういう対処法とか、あとまあ、集中しやすい時間っていうのがあると思うんですね、きっとそれぞれによって。だからその辺をうまくあの作ってですね、えー、集中するとこ時の時間で仕事をしていくとかですね、そんなこともしてみていただくといいのかなというふうに思っております。はい、ということで今回は以上になります。ぜひ、 高評価、チャンネル登録をお願いいたします。うん